ってました。なんぐらします、待ってたよって、ありがとう、頑張ってください、頑張ります。なんぐら今日の今回のお題はタマヤに代わる NMB で流行りそうな言葉みたいな感じでしたっけ。今日いつもと携帯の向き違うからこっちにコメントある、カメラ目線みたいでしょだから嫌なんよこっち向き。うん、あ、NMB で花火大会を開催、タマヤに代わってメンバー内でバズった新しい掛け声、メンバー内でバズった新しい掛け声なんすかね。タマヤの五感じゃないとですもんね。タマヤのに代わってなんとかやにしよう。なんかあるかな。やがやで終わるのがいいな。二重やば好き？どういうこと？パワー。や。なんかこのさスマホスタンドグラグラすぎて手離すの怖いんですけど、ずっと手で持ってるこうやって。高島屋、そうそういう何々屋系がいいな。転売屋やめとけ。何しよう。吉野家松屋どうしようかな。玉屋ってまず元ネタ何なんですか？ソースどこですか？元ネタ何？あ、初めて握手会参加します。緊張しなくていいよ私がリードします。ね、難しいよね。あ、花火屋さんの名前ってこと？あ、花火業者のことね。鍵屋なるほど。じゃあ何々屋の屋ってこと？なるほどね。おたのコールみたいなもん、そういうことか。西松屋西松屋よく行きますよ。あ、別にあの隠し子いるとかではなくて子供用のアクセサリーとかが可愛いからよくお姉ちゃんと行きます。何屋にしよう。うん、桃屋。
どうしよう、みんな何してんの。みんなどんな感じやろう。何々や関係ない。でも悔しくない。悔しくない。何々やにしないと。いかにいかに 本物というか、その玉屋に近い五感でいけるかっていうところやからね。そうなんや。難しい。そう、ちょっとこだわりが、こだわっちゃって。3文字むずいね。やにしなくて全部インフム。あおあのあれってこと？なんかあるかな。ね、あれって動画投稿必須ですか？なんかみんな動画投稿してた気がする。必須ですか？どこに書いてたん？そんなミカの見てない。どこに書いてました？見てないよ。じゃあ難しい。詳細に書いてたのね。どうしよう。みちゃぴえめちゃくちゃボケてる。何言ってる。スタバの新作美味しかった。あのフラペチーノですか、芋の。あれミカノも発売日9月1日に飲んだけどめっちゃ美味しかった。なんかあのモバイルオーダーして一緒に食べ物も頼んだのよ。なんかモンブランかな、モンブラン好きやからモンブランも頼んだんやけど、受け取ってその車乗って中身見たら飲み物しか入ってなかった。お金だけあのモバイルでスマホで払って受け取って飲み物しか入ってなかった。まあね、そんなこともありますよ。便利なことにはね、そういうことがつきものですのでね、しゃあないですけど。なんかそういうのあんま何も思わん人やからさ、あなかったぐらいでまあいいやってなる人やから全然いいやけど。どうしよう。たまや、ウーバーとかでもあるよね、たまに入ってないとか違うやつとか。
もうウーバーはあの返金できるシステムがあるから、そういう勢いでなんとかしないと。ミカにはか軽く不幸振りかかりがちなのにあんま気にせない。ミカなそんな不幸振りかかってるっけ。怪我しやすいとかはあるけど、何がある他に何かあったっけ。本当になんかもう不幸顔じゃない、なんか幸薄い、めっちゃね嫌なんよねそれ。もう極限の幸薄顔、幸せじゃなさそう。なんかなの、なんか渚さんとかめっちゃ多幸感あるやん、もうすっごいもう幸せな顔してる、なんかめっちゃ羨ましい。ゆいなとか多幸感顔、同じことを言っても同じことをしてても絶対ミカナの方が不幸そう、わかる。羨ましい、幸せそうな顔、可愛いから大きい。いやいやいや、その笑顔可愛いし、もうなんかもう色素が鮮やか明るい。ねえどうしよう、なんぐら本当に誰企画考えた人お手本見せてほしい。かわいいってかわいい、どうしよう。ねえこれさ、なんか改めて動画撮るのも恥ずいから、ここでやってそれを画面録画してもらってて誰かにそれじゃダメなん、ちょっと恥ずかしいじゃない。誰やでいい、もうこの企画考えたの、もうそれでいこう、ちょっと喧嘩売りに行こう。こっくりさんにハテ怒られた、笑った、そう怒られた、アンジュのせいで。え、これね、この企画考えたの誰やでいいよね。え、これってさ、画面録画してもらってそれ載せるのってありですか。誰かあなたたちの中の誰かがして、でもどうやって保存しよう。ありかな。ダメ？あんま良くないか。え、だって自分で画面録画したらあれじゃない？一回切れちゃうよね。それはもうしゃあない。まあ、著作権とかいろいろ
いろいろあんのか。もう動画撮ろっか。しゃあないわ。頑張るわ。いろいろあるのね。著作権とか。いやー頑張ります。じゃあ。恥ずくない、改まって自分一人でさ動画撮るの。恥ずい。ああ動画の切り取りとかダメなんや。なるほどね。うん、弥生ちゃんがやってんの誰や。まあ、でも誰や違いだからね。許してほしい。今日は前髪がなんかうまくいかなかった。髪暗くなった。いや明るくなったで。抜けた。ちょっと茶色。じゃあ終わろうかな。ダリアにしますね。うん、今日猫感強い。ほんま猫感なくないっても。猫顔じゃないもんな。終わろうかな。待ち受けのうさちゃんみかなちゃんが書いたの。そう、自分で書いた。どうですか。あのミカニアンルームで9月の待ち受けを更新したので、みんな待ち受け変えてくださいね。お揃いしましょう。可愛すぎてしんどい。ほんまか。ほんまか。そう、毎月その月だけ公開してる。あ、8月のやつ公開してるわ、まだ。そう、その月だけ公開してる画像、待ち受けサイズの画像をみかなが手書きで落書きとかしたやつを更新してるので、よろです。あんな Q の作り方初めて見た。みかなも初めてやった。こうやって写真撮ってる。 Q、8月分早急に消します。終わったら。前の捨てた写真全部消した。急に消すこともあるのでね、後から入ればいいかという、そういうのはね良くないですよ。動画とかも結構消した。何個か終わりますね。13位ミカナ大好きさん。12位ミカナに手ほどきされたい。どういうこと。
11位マスワさん、10位一宮さやかオタク、あ、さやかちゃんのファンの人ですか。9位みゆちゃん、8位バリーさん、7位しきさん、6位みよっち、5位ゴンちゃん、4位エレンちゃん、3位ポムちゃん、2位マリちゃん、1位ひさとさん、ありがとうございます。あ、動画保存できんのや。そうなんや。消されるの怖いからスクショしてる急にね、消すかもしれない。ありがとう、ナングラも皆さんご協力いただいてありがとうございました。おやすみ。バイバイ。